アクアチム軟膏ナジフロキサシンは、主に尋常性座層の治療で使用される、入気の論系の抗菌剤であり、細菌性皮膚感染症に使用される。商品名としては、アキュエイティム、ナジフロックス、ノドキシン、ネイディクサ、アクティビンとして流通する。日本では、アクアチムの商品名で、ナジフロキサシン1%含有の難攻、クリーム、ローションが、 処方箋医薬品として認可されているほか、後発医薬品も発売されている。グラム陽性眼筋、グラム陰性眼筋、嫌気性細菌を含めた、広範囲な細菌に対して、抗菌活性を示す。MRSA を含んだ黄色ブドウ球菌や、表皮ブドウ球菌に対しても強い抗菌活性を持つ。また既存の乳気の論光性物質と交差体制を生じない。 最近の DNA ジャイレースに採用し、DNA の工事構造の変換を阻害し、DNA 複製抑制により殺菌的に採用する。人の皮膚に1 0 g のナジフロキサシン軟膏を塗布した場合、血中半減期は19.4時間であった。体内への吸収はわずかであり、48時間以内の尿中への排出量は塗布量の0.09%に過ぎない。 7日間継続投与した場合、ナジフロキサシンの血中濃度が安定するのは5日目であった。尿中排泄率は、経過とともに高まる傾向にあるが、最終日の7日目でも、投与量の0.16%にとどまった。しばしばキノロン系合成抗菌剤の傾向剤で、抗戦過敏症が報告されているが、本剤のパッチテストでは皮膚への刺激性は極めて弱い、ことが知られており、 高線過敏性はないとされている。小人時の治験で、ローション剤において10.6%の症例に、徒不自の皮膚刺激感が見られた。その他の副作用として、1%未満の低い頻度で、創用感、刺激感、発赤、後ろ甲、吸心、顔面の熱感、接触皮膚炎、皮膚乾燥、ホテリ感などが報告されている。